はい、匠ソフトの高井です。今回も父と交換をしてまいります。2019年の1月号、特集は「国家100年の計」という題目です。とっても重たいテーマで、それこそ2019年1月号ですから、これから令和がスタートする。その時に何を私たちはこの日本をどう考えていくか、そのような大きな大きなテーマが、掲げられているなということを感じました。本当に日本を見る時にまず見なければならないのは海外との関係だったり、海外の動き、その中で日本はどう未来を切り開いていくか、築いていくかってことを、そのような焦点になってくるのかなというふうに思います。日本はアメリカという同盟国、今アメリカなしでは日本は残念ながら存在できない国になっています。そんなって思うかもしれませんけれども、実際アメリカの後ろ盾がなければ、日本という国はどうなってしまうのっていう状況にあると思いませんか？北方領土、尖閣諸島、あまり触れたくないけど沖縄、日本、本当にこのままで済むと思いますかね。私は個人的には日本を今のまま日本として子供たちに受け継いでいきたいと思っています。皆さんはいかが思いますか？日本を今の状態のまま子供たちに引き継いでいった時に、子供たちに課せるその重たさ、乗り越えなければならないたくさんの課題、そういったものが多く山積していることに気がつくのではないでしょうか。私は大きなその問題を子供たちに丸投げして死んでいくっていう、そういう人生が、そういう人生になったなら、やっぱり後悔します。なので、少しでも日本というこの国を、豊かな国を子供たちに渡して、私は去っていきたい、そう思います。それはおそらく100年というこんなに長いスパンではない、実はもう30年ぐらいで、その時が私は来ると思っています。すいません、私がこの世を去る時期ですよ。あと30年ぐらいかなと思ってます。だからそれまでに私ができることをやっていきたいなって思うんです。よくね、一等将軍っていうね、ことを言われる方いますよね。
それがみんなで照らせば番頭勝負っていうんでしょうか。そのような精神でですね、私ができることを精一杯やろうというふうに私は考えが落ち着いています。私ができること、それはスキル的にできること、そして人間としてできること、おそらくこの2つの面でバランスを取りながらやっていくことが今は考えられることの最大限かなというふうに思っております。皆さんはこの国家100年の計、これを掲げられた時、これを考えなさいって言われた時、何を思うでしょう。ぜひですね、皆さんがこの日本100年の計を考えた時、どんなことを思ったのか、どんなことを考えるのか、お聞かせいただければ本当に嬉しく思います。はい、今日はそんなことで特に結論はありません。しかし、日本がより良い、住みやすい、暖かい国になっていくように、良い出会いをしていきましょう。それではまた。